定例会議を始めます。知事よろしくお願いします。冒頭2つ、あ、3つか、申し上げます。今週ロンドンでパラリンピックは閉会をしました。障害のある方々がそのハンディキャップを乗り越えてスポーツに打ち込む姿は、全てのものに勇気を与えると思いますね。オリンピック同様、今回のパラリンピックで活躍し、富に深い感動を与えてくれた選手たちに心から敬意を表します。中でも今大会、メダルを獲得した東京のパラリンピアンを5名いますけれども、その功績を称えて都民スポーツ大賞を贈呈し、祝意を表します。特に金メダルを獲得した水泳の秋山里奈さん選手、ゴールドボールの若杉遥選手の2名には合わせて東京都栄誉賞を贈って、その栄誉を称えたと思っております。選手たちは自らの障害と向き合ってひたむきにですね、努力を重ねて見事にメダルを獲得したわけですが、選手たちの強靭な精神力がこの大きな功績に結実したものと思います。なお表彰式はすでに受賞が決定しているオリンピックメダリストとともに、10月5日午前11時から都庁の都民広場において公開で開催します。式の詳細については後日発表します。それから猪瀬副知事をですね、リーダーとして取り組んでいる言葉のその力の再生プロジェクトの一環として、今年もそのビブリオバトル首都決戦2012を10月21日に秋葉原で開催します。このビブリオって何だか分かる？皆さん、私も分かんないな。これラテン語だそうで、本という意味だそうですけどね。とにかくですね、ならばブックって言えじゃないかって言ったら、その若いやつはね、なんか分かんないこと言わないと生き返らないんでねだからあと分かんないにしたんだって。で、今度で3回目になるこのイベントは、全国の予選を勝ち抜いた大学生大学院生が自分の読んだ、本の魅力をですね、自分の言葉で解説しながら語ると。そして、それを聞いたですね、会場の参加者が一番読みたくなった本を選ぶという書評合戦でありまして、イベントポスターは企業のロゴや CM などを普段によくするデザインを手掛ける佐藤柏さんが作成したそうであります。この書評合戦は日本中大学生がですね、こぞって参加する秋の定番イベントとして根付いてきておりますが、若者の言語能力をより高めていくことを期待しております。この頃あんまりみんな本読まなくなったしね、そのね、なんか青年の抱負とかね、なんかこう演説会やるか、あんなものはね、なんか誰かが書いたものか自分で書いてましたが、したたるのとこあってですね、そんなことよりも非常に優れた本を読んでね、その先人のそう表現力とか知恵っていうものを借りながらですね、それを自分の言葉でパラフレーズして伝えるっていうのは、ある意味ですね、非常にそのいい試みだと思います。それから例のですね、尖閣の問題についてですね、公開質問状についてですけれども、本日自民党総裁選挙の候補者に対して9月18日を回答期限とした公開質問状を送付します。内容は尖閣諸島に関する現状認識や、実効支配の強化についてでありまして、公開質問については後ほどこの会見の後ですね、配布しますが、それに対する各候補の回答についてもですね、公開をするつもりです。日本国の首相を目指す候補者の皆さんに質問状への回答を通じて、見識気概を示していただくことを期待しております。私から申し上げることは以上です。質問があったらどうぞ。ニコニコ動画の七尾です。よろしくお願いします。本日午前ですね、尖閣諸島周辺の 領海内に、中国の艦船6隻が相次いで侵入しました。都知事
従前より言われておりました船だまりなどですね、開発をすると中国を刺激するなどという見方が政府内にあったわけですが、まあ、現段階でもですね、こうした過去に例がない規模の対抗措置を取ってくることにつきまして、どのようなご見解をお持ちでしょうか。まあ、まさに気が狂ったんじゃないかと思うね。とにかくね、まあ、シナ人との通兵でね、全部全部じゃないかもしれないけど、俺のものは俺のもの、お前のものは俺のものって形で物をやられたらさ、世界中たまったもんじゃないですよ。とにかくね、人の領土についてだね、そこに資源があるってのが分かったらね、その突然俺たちのもんだといいね、それをね、その革新的な国家利益だなんていうことしてね、しかしね、中は相当混乱してくると思いますよ、あの国は。やっぱりね、その階級格差が極端にひどくなってね、金持ちはですね、外国に資産凍結して置いてあったりね、まあ、それをね、ほとんどの役人がやってるとかね、こういう国ってはめったにないと思うしね、それに対する反発も鬱積してるでしょうけども、しかしやっぱりその例のアリ族とかね、ネズミ族というその連中がですね、やっぱり大都市でこうエネルギーを鬱積させてね、これから先どういう形でそれが爆発してくるか、まあ、非常に私はあの社会的な不安定にさらされると思います。特にね、そのインターネットのようなね、その政府が掌握しきれないね、メディアっていうのがこう普遍化してくると、そういうところでね、情報がですね、どんどん伝わってて、まあ、一つのこう新しい新社会心理構造って作っていくんじゃないでしょうか。どうぞ。はい、はい、フジテレビの丸山です。先ほど知事もおっしゃられましたが、自民党の総裁選が今日告示されまして、知事はこれから公開質問書の方を出すということでしたが、もう今日すでに論戦も始まっていますが、ズバリ何が一番確認したいのかを教えていただけますか。やっぱりね、その日本という国はやっぱり傾いて沈没しつつあるんでね、これをね、どうやって持ち直すかということね、これは戦略的なもの、大きなこう基盤整備はあるでしょう。それからね、具体的にそれをどう展開していくかということね、まあ、やっぱりね、そのこちゃこちゃね、目先の数字並べるもんじゃなくてね、例えばね、憲法なんてものはね、自民党は従来から新憲法、新憲法を書いて改正じゃないんだね。これは日本人というのは小賢しいだけでね、変に文言にその取られて大きな発想できないけどね、あの占領軍がね、占領を遂行するためにね、統治下で作ったね、基本法がだね、いまだに国家の基本法として通用してるなんて事例って世界にないんですよ、歴史的に。だから改正条項の問題じゃないんだよね。だからそれはね、やっぱりね、そのどれだけの既存の自民党の政治家、まあ、そのリーダーたちが歴史認識を持ってるかしないか、やっぱり人間の歴史ってもちゃんと捉えてね、そういうものを踏まえてからものを判断してもらいたい。それからね、何回も言うけどね、その財政の再建必要でしょう。それはいろんなことでいろんな問題があるだろうけどね、官僚がばっこして勝手なことをするようなね、基本的な会計制度っても変えてもらいたいね。短式簿記なんてバカの頃にやってる国あって、何回も言うけどね、日本の前で北朝鮮とフィリピンとパパニューギニアだけですよ。こういうものがばっこしてるから通用してるからね、要するに特別会計がわけわかんなくてね、まあ、民主党は何ていうのかな、事業仕分けのバカのことやってるから、あんなもんで物ができてるからじゃないんだよね。そういうね、その国家を基本的に左右している大きな矛盾というものをね、私はやっぱりその政治家の見識で把握してね、その上で具体的な政策を立ってもらいたいと思います。はい、公開質問上の内容として尖閣諸島のことを。いや、それはもう尖閣諸島の問題だけ。でも当然憲法の問題とか会計制度の問題についてもこれはもう散々言ってきたんだ。私はもう理解力がないから、自民党の政治家ってみんな。尖閣諸島についてはまあズバリどうするかを聞きたいということですか。そうですよ、具体的にどうするかですよね。シナが攻めてきてんだから。それからノブトル代議士はだね、シナは攻めてこないだろうってね、これはね、ちょっともっと大きな背景があって、これはね、他の政治家も知ってると思う、石破君も知ってると思うけど、他の人は知りませんが、話したことないからね、戦闘能力ってものを、対比っていうのを考えた方がいい、どっちが優劣があるかって、これ一番よく分かったのは相手のシナだと思うね。
だからね、まあ、そういう意味で彼は言ったんでしょう。私をそう解釈して、彼もそういう認識で言ったと思います。日頃の会話から言って、あんまりね、日本はおどおどする必要ないんだよ。特にね、あの国が持ってる航空母艦からナンセンスでだね、ロシアが買ったらね、エンジン止まっちゃったんだよ。で、文句言ったらね、向こうがね、すいませんってんでね、他にないからさ、巡洋艦のエンジン2つ持ってくっつけたけどね、出力が足りない、10時間走ったら止まっちゃうんだよ。あのね、航空母艦で艦載機の離発着訓練やったって事実は全くありません。そういうことも含めてね、うん、つまり比嘉の持ってる本当の戦闘能力っても考えればね、安倍晋三君の時にね、ある勝手な言い分してきてね、外務省がおどおどしてどうしましょうかって言ったら、こう答えろ、こんなこと言ったら相手は軍艦出しますよって言ったら、安倍晋三君がこっちも出せばいいじゃないか、たとえにスーッと物事は消えたん。そういうものをね、非常にこうエピソディッシュな、そのなんか話として心に、その背景に何があるかってことを考えるのが諸君のような非常に選ばれたメディアの諸君のですね、責任だと私は思いますけど、はい。あの質問書を私まだ見てないんであれなんですが、そこには例えば船だまりを作るとか、いつまでに作るとか、そういった具体的なことは何か書いてあります。そういうことも考えてください。ただね、側分するとね、野田君はだな、最低とにかくね、東大だけは作ろうと言ったらしいんだけどね、それも外務省のね、横合いでね、潰れた。しかし作るんならね、いっぺんに物を作ったらいいんだよ。から最初ね、僕と会った時にね、まあこれはステップバイステップでやっていかなきゃいけないから、いろんなことをするためにエネルギーが必要なんで、まずあそこにね、太陽光パネルをね、設置して産んでから、それは君、他の事業と一緒にやろうじゃないかと言ったんだけどね、まあそんな程度の認識だったな。はい、どうぞ。今日6隻が相次いで侵入したことに戻るんですけれども、これを国はどう対応すべきだと。国聞いてくれよ、に行くべきじゃない、追っ払えばいいんだよ、ほら人のうちにずかずか土足で吹き込んできたんだったらね、追っ払えばいいじゃないですか。自民党総裁選の顔ぶれが揃ったんですが、この候補者に対してどういったことを求めますか、尖閣に対して。だから今言ったじゃないの、人の話聞いてなさい。改めて同じこと今言ったんだ、他の人の質問に。はい、次どうぞ。 NHK の金城です。国の新しいエネルギー政策について一点お伺いします。野田政権は、まあ、本日ですね、エネルギー政策会議および関係閣僚会議を開き、2030年代半ばにですね、原発の稼働率をゼロとすることが可能になるような案を固めようという情報が入っています。先日敦賀で高速増速量を見学なさいましたが、まあ、こういったことと勘案して今回野田政権が決めようとしている将来のエネルギー政策について一言いただければと思います。それね、あなたね、その文獣というね、画期的なファーストブリーダーというね、高速増床が何で止まってるか知ってます？いや、行ってみたことあんの？先日行きました。あ、そっか、結構大変。つまりね、ちょっとした故障でしょ、インシデントなんだよね。それでね、訴訟を起こして大変だ大変だ。その前のね、訴訟になるオブセッションってのは原子力危ないってことのね、そういうトラウマでね、それで訴訟が起これば、やっぱり訴訟のための手続きで延々と15年間あれ止まったままでいるわけですよ。他のね、原子炉で作っている廃棄物をね、再処理するためにですね、6箇所村を設けてね、文字が動けばですね、そこに蓄積されているその廃棄物はもう一回その再燃焼されて非常に効率上がるわけだけども、まあ、なんか原子力は怖い、原発は怖いというね、トラウマ、まあ、原爆の被爆というね、苦い体験がありますけどね、そういうものをね、要するにその踏まえてのセンチメントでね、それがね、訴訟にまで発展してね、ああいうなんていうのかな、普通の原発と違って、そういったものをね、汚物というものをね、再処理して、エネルギーをその出す、電力を出す、炉までを止めてしまったら、私は本当に馬鹿げたことだし、とても怖いと思いますね。で、そういったものも侵略せずにね、政府がね、例えば10年な10年の計画で、きちっとしたね、経済成長と換算して、そのためにですね、どういう配分でエネルギーを要するに供給するか、そのため原発がどの程度いるかってものを考えずにね、何年か知らないけど30年まで原発全部変えたらね、
これもただのセンチメントでね、僕はね、あの官邸の前で騒いでる連中見てるとね、1960年安保でね、安保について全く知らないのに安保安保反対って騒いだ連中とよく似てると思いますな。はい。でまあね、我が盟友の亀井静香代議士まであそこ行って原発反対演説するって言ったら、私によく分からんねこれ、どうかしちゃったんじゃないかの人。はい、他に、どうぞ。はい、天下との国有化について、中国政府の反発もありまして、まあ、中国国内で、日本人がですね、まあ、暴力を受けたりですとか、タクシーの乗車拒否であったりという、まあ、嫌がらせ行為であるとか、まあ、暴行などが起きてますけれども、こういうようなことについては知事はどうか。これは非常に卑劣な行為でね、そのね、まあ、つまり彼らの教養水準というのは分かるというのかね、共産党の独裁の中の社会、そういう社会の中のね、まあ、国民の発想力の貧しさというか、狭められたね、なんかの貧しさを感じますがね、前もなんか問題あった時にね、藤田の社員がですね、4人、理由もなく拘束されたでしょ。これやっぱりね、その、なんていうのかな、問題を起こしている相手のね、全く関係のない一般の国民をね、人質に取るようなやり方だったらね、私は本当に卑劣だと思いますな。うん、やっぱ恥じたらいいと思うね、僕はね。あの国はやっぱかつてはいろんなね、教養を持ち、文化もあってね、それからやっぱり孔子とか孟子とかね、日本にですね、一つのね、価値の体系というのを教えるような先人がいたけどもね、まあ、そういったものを全くね、こう喪失してね、共産党の共同のもとにだね、ああいう問題を起こすして、平然としている国家っていうのは、私は信じられないしね、軽蔑しますね。卑劣なやり方だね、これは。はい、はい、どうぞ。朝日新聞の加藤と申します。尖閣の国有化についてなんですが、まあ、国有化に伴ってですね、領海侵犯以外にも中国政府が経済制裁に出る可能性が取り出されたりですね、中国政府がですね、経済制裁に出る可能性が取り出されたり、日中交流事業で影響が出たりしますけども、そもそも国有化にきっかけとなったのは知事の尖閣購入表明ですけども、その表明以降のですね、知事の言動がですね、中国の政府や国民をまあ必要以上に刺激して、まあ、日中関係を悪化させているんじゃないかという見方もあるんですが、そこについてどう思いますか。それ朝日新聞の見方だろうね。君はそれじゃね、チベットについてどう思うのかね。チベットという国がなくなっちゃったね。これ同情しないのかね。それと同じことになるよ。一点突破全面拡大で、私は日本をね、チベットみたいな国にしたくないね。そういうことになんだったらね、経済その利益失ったっていいじゃないですか。あなた私の、ね、要するに民族の伝統とか文化っていうのをね、抹殺されてね、あの国の属国になることがね、私はよっぽど嫌だね。経済権益失うと他へ権益広げたらいいじゃないですか。その可能性いっぱいありますよ。やっぱりね、朝日ってどんな新聞か知らんけどね、人民日報と同じような論説掲げない方がいいよな。反省しろよ君なんかって、頼むよ本当に。日本を救うためにこっちやってんだから。追加でダメだ。実際はい、どうぞ。東京新聞の安藤と申します。自民党の総裁選の中で候補者の中には、海上自衛隊の訓練など周辺の警備強化を打ち出している候補者もおられます。今回知事は船溜まりの建設などということで、自衛隊については特にこれまでの発言では求められていないと思いますが、ご見解はいかがでしょうか。それはね、今限りで言うと海上保安庁の守備力警備力強化しろって言うんでしょ。まあそれでいいんじゃないですか。それで済まなかったらね、次のステップのことを考えたらいいんでね。向こうだって軍艦を送ってきてるわけじゃないわけだから。だから向こう耐えられてこっちも耐えたりしたらいいんだよ、払うために。すいません、もう一点、10月の都の調査というのはもう、行わない方向。これはもう国がお金になったんですからね、国益のために、ね、彼がどういう調査をするかっていうのは向こうのね、要するに責任の問題でね、何もしないっていうことがですね、国があれを高い税金払って要するに購入して管理するということの責任の履行になるんですかね。何もしないっていうことが、しかも相手の品がああいうことに共同に出てるときにね、黙ってることがね、
政府の責任の履行になるのかね。どうぞ。日本経済新聞の森川です。先ほど質問ありました、あの2030年代に原発ゼロにするエネルギー政策について関連で一問伺います。商業用原子力発電所が実際に止まった場合にですね、東京への送電も大きな見直しを迫られることになると思いますが、モンジュのような先端技術とは別に家庭や企業が使うような電気で原発が使えなくなる場合、東京への経済的影響というふうに出ると思います。大きいですよね、ものすごく。東京だけで話にね、日本の経済全体にとって、前も話したと思うけどね、何年前ですか、電力が制限されて結局コストが上がった時にね、日本のアルミ業界って全滅したわけですから。この間もねテレビでやったけどね、どっかの要するにね製鉄所はね、中クラスの製鉄所ですけども、その電力のコストの安い夜中に仕事して昼間休んでるというね、まあ、そういうもっとその徹底した何て言うんでしょうかね、制約を受けるでしょうな。それでまあそれを失って失業者が増えて自殺者もできてもだね、原発を止めるんならね、私はやっぱりちょっとねそこら辺のところは短絡的だと思いますよ。はい、どうぞ。新宿新聞の木田です。帰宅困難者問題なんですけれども、このほど東京都の地域防災計画が発表されましたけれども、この前石原都知事がですね、超高層ビル街の 1,2 階を開放するということに賛成していただけまして、それを実行するというふうにお約束していただいたんですけれども、今回の防災計画の中にはそれが反映してないように私は見てるんですが、その辺はどうお考えになってますでしょうか。そんなものは通達すれば済むことでね、まあそれに従う会社も従わない会社もあるかもしれませんけどね、繰り返して物言えばよろしいんでね、まあ私詳細眺めてませんけど、必要だったらすぐ入れますよ、文言が足りないんだったら。例えばこういう一時避難施設がですね、どこの地域でも足りないと、帰宅困難者の数に比べますとですね、ですから安全な建物にはもうその避難場所として義務付けるというですね、なんか方法を決めていただけるとかなり進むんじゃないかと思うんですけれども、まあ、どういうふうな形で、ね、そのどういう文言で義務付けるかはね、これから研究しますけどね、まあ、義務付けるっていうことを、ね、それを非常に厳しく監督するまでもなくね、持ちつ持たれつなんだからね、困った時にですね、同胞をね、その助けるためにそのビルの門戸を開くっていうのは当たり前のことだと思うけどね、それができないんだったらね、それはやっぱり厳しいね、罰則までくっつけてですな、あれですよ、この間の何ですか、東日本 JR だって、まあ、それで懲りて社長が謝りに来たけどね、ああいうその組合にね、会議な組合に仕切られてる会社ってのは特別だけどさ、普通の会社だったらその門戸開けるでしょう。そしてそれをですね、まだはっきりと公開するといいますか、その避難所として開放するということを決めてないビルもたくさんあるわけですね、超高層ビル街の中には。ですからそういうものをですね、どんどん公表していくぞというきちっとした姿勢を見せていくことがここでは大事じゃないかなと思うんですけれども。なるほど、いいことだ、やりましょう。はい、どうぞ。NEXT テレビの風戸と申します。オリンピックの支持率についてなんですけれども、招致委員会が調べたところ、ロンドンオリンピックの開催前は 58% が賛成でした。開催後は 66% と8ポイント上がったわけなんですけれども、これは日本勢の活躍ですとか、あとはパレードの影響があると思うんですが、これについてはいかがでしょうか。結構ですね、大変ありがたいことだと思いますよ、心強いと思いますよ。もっともっと高めたいけどね。ただこの間のパレードね、なでしこジャパンが世界選手権優勝時になんでやらないんだ、僕は怒ったんだ。でこの間やった。だからね、ヘリコプターの映像見てるとね、銀座の横のちょうど通りまで背伸びしたって見えないところまで人がびっしりね、あの50万でやったってまさにそのなんていうのか、その数字の通りに人出たと思うけどね、東京の人間って何パーセントいるのかね、あん中にね。おそらくね90%ぐらいは地方の人だと思いますな。
それだっていいじゃないですか。ただだからね、そのね、何もオリンピックだ東京の都民だけやるもんじゃないんで、東京の都民ってかなりシニックだから、これ日本人全体でやるんでね。だからね、 IOC の調査は、ね、日本中でやってもらいたいね、調査をね。はい、どうぞ。朝日新聞の藤本です。また朝日か、うん、で、あの自民党の総裁選に絡んでなんですが、直近知事は立候補されている信輝さんにどんな言葉をかけられたんでしょうか。 Not my business って言いました。はい、はい、どうぞ。日本テレビの坂巻です。大阪の橋本市長の、ことですけれども、まあ、日本維新の会でしたっけ、新党を立ち上げましたけれども、まあ、全国に選挙に350人の候補者を立てるであるとか、まあ、20分以上の熱弁を振るったり等々しておりましたが、まあ、決闘をどうご覧になるかということと、それから市長をやりながらその政党の代表をするということを言っておりますけれども、その点についてどう思われるか。これはね、他人が云々すべき問題じゃないと思いますね。彼はね、やっぱりね、その自分の故郷の大阪府大阪市を持ってね、知事をやりね、あえて市長に転じたわけでしょ。でやっぱりそれはね、その今の中央集権のね、中央の役人が何もかも議事るみたいな、この政治の体制を変えようという形で、私たちはそれでやってきたんですよ。私が就任した時のこと皆さん覚えてないかもしれない。彼は今大阪日本やけど、私は就任した時日本、東京から日本を変えて仕事始めたの覚えてるよな。覚えてねえか。覚えてるでしょ。古い人覚えてくれてるどうもありがとう。そういうことですよ。はい、それじゃあ